皆さんこんにちは。サイエンスニュースネットワークの時間です。今回は佐藤文隆先生のコーナーからスタートです。佐藤文隆の科学を切るのマイコーナーということです。まあ、マイコーナーだから誰にも文句を言わさず、自分の好きなテーマでということですが、今回はですね、2009年にこの物書き佐藤文隆がいっぱい本を書いたんで、それを紹介して、まあ、みんな買ってくださいということですね。最初に出たのが夏はなぜ暑いのか、岩波から出てますが、なぜは夏はなぜ暑いんでしょうねという話です。それから次に出たのがアインシュタインの判断と量子コンピュータ。アインシュタインというのは、まあ、物理学の神様みたいに言うけど、アインシュタインというのは晩年非常に孤独だったよね。誰も寄りつかんで、それが、まあ、量子力学が絡む問題ですが、まあ、これは随分私も20冊ぐらいアマゾンで英語の本買って書いただけども全然売れませんという。それと似たようなテーマのが、これは強調になってます。朝日新書です。漁師の新時代、まあ、漁師情報絡みで、佐藤妹尾関という強調になってます。それから、これが一番佐藤文隆がデビュー作みたいで、ブラックホールという、これがもう1976年かな、の昔に出た。それが最近筑摩学芸文庫っていうところがなんか数式の入った文庫本出してんですね。次々とランダムの量子力学なんか出たり、そこに、まあ、古典クラシックとして私の30年以上前の本が出て、これはだから書かなくても一人で本が出たという。でつい最近出たのが破られた大正星、これは昨年 の, 日本の素粒子のノーベル賞絡みの本です。これが PHP サイエンスワールド新書という、PHP 新書がサラリーマン向きにサイエンスの立ち上げた、文庫です。で、そうね、この夏はなぜ暑いのかのシリーズは3部作の一つでして、夏はなぜ暑いのか、雲はなぜ落ちてこない、ね、雲って浮くものが雲だという人世の中におるんだけども、それから火星の夕焼けはなぜ青いと、火星の夕焼け青いんですよね。これが私のなんていうか自然、ね、ネイチャーものですね。で他のは随分理論がかった、特にこの本なんかは、これ、ちなみに京大学術出版会から出て本です。ちょっとサイエンスに興味があってですね、難しいことが分かると思う人はぜひこれに挑戦してください。まあ以上です。